です。どうも、せんちゃんです。トークです。フシャそしゃどうも、フシャシュクです。ザコモトキラマナホマサイお願いします。念願のでございますね、はい、フィッシャーさんとのコラボ企画。やったー、すごい、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。待ちに待ってました。うちの子供たちはもうずっとずっと、うん、パパまだあのね、もう過去にね、もうこことはね、まあ、はしご酒でシルクさんがお世話になったりとか、はい、じゃあおさんで言うたら孤児なんですよね、うん、お世話になりましたとか、いろいろお世話になってまして、ただフィッシャーさんが結構前に一度コラボさせてもらったタイミングで、うん、いつか子供たちとも一緒に全員でやりましょうって言ってくださってた、うん、でもお互いやっぱ忙しいから、うん、なんと今回ですね、もうありがたいことやな、うん、フィッシャーさんの方からそろそろほんまにやりましょういうことで、あああ、大好き、喜びすぎて嬉しすぎて言葉が出てこないところ感情が分かった。本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいんじゃないの。どう、めちゃくちゃ嬉しい。嬉しいな、カンナもな、めっちゃ嬉しいです。嬉しいな、センちゃんどう。え、めちゃくちゃ嬉しい。こちらめちゃくちゃ嬉しすぎて、もう耳がでっかくなっちゃった怖い、ほんで、なってなかったよそのままだった。ならないパターン、ならないパターンちなみに、コジフとセンちゃんは1週間ぐらい前からあと6回寝たらだね、うわかわいい、寝たらだねってずっと言ってたんだよな。ずっと、あと1回だよ。そう、昨日、とうとう、あとパパ1回だね、クリスマス扱いだ、ね、いや、そうなの、嬉しい、本当にありがとうございます。スラボスト、ただやっぱりね、フィッシャーさんのじゃあ一体何やるのってなった時にな、はい、もうやっぱり体を動かす方がいいんじゃないのっていうことで、何やるんだ、ガチンコドッジボール対決、やった。ちょっとこれでやっていきたいと思いますよ、はい、ただとはいえね、カジサク家 VS フィッシャーさんでなってくるとやっぱり大きさが全然違うかったりするんですよね、うん、せっかくやるんだったらガチでやりたいじゃないですか、うん、確かにそう、なのでちょっと考えました、うん、今ちなみに奇数なんですよ、うん、もう一人ここに入れます、はい、常お願いします。お願いします。ちょっと常に入ってもらってですね、はい、で子供たちもせっかくだったらフィッシャーさんの誰かと組みたいなと思ったので、うん、ちょっとこういうルールにしました、はい、まずはちょっとこれは僕個人的にお願いしたんですけど、うん、今回カジサックリーダー、はい、シルクロードリーダーで、はい、カジサックチーム VS シルクロードチームでいきたいと思います。やりましょうやりましょう、絶対楽しい。なのでチーム分け的にはここと僕とシルクさんがまずグッパーします、はい、そしてここの中でグッパーしていきます、うん、なんで名前忘れたの？あれ？嘘！名前忘れないで。嘘だ。なんで今びっくりした？固まってたな今。なんか分かんないけど今なんかセスペですみたいな。カタカナが出てきた。よりによって。なぜ？びっくりしたな今な。当時とカンナ、うん、そして戦後時、はい、ここはだからチームは絶対に分かれます。そういうことですね。そしてそしてフィッシャーさんが、はい、マサイと、うん、ザカを、うん、はい、まあ、ここはちょっとね、はい、天然コンビです。天然コンビ、うん、はい、やっぱり天然と天然は分からさせた方がいい。大事故になる、大事故になる、大事故が天然重罪が一番厄介だから。そしてダホさんとで僕ですねがグッパーしてもらって、はい、でダーマさんと、はい、ツーネさんが、はい、ツーネさん寄せるんだ、はい、ツーネでよろしく。それでいいんだ、それでいいんです。でグッパーしたらいい感じでぐちゃぐちゃってなるんじゃないかということで、はい、実は先ほど別でもう撮っております、はい、それをまず見ていただきましょうか。こちらでございます。どんでは行きましょう、はい、グッドパー、おー一発パーです、グーです。グッドパーで分かりましょう、分かりましょう、パーです、グーです。グッドパーで分かれましょう、分かれましょう。僕はグーです、うん、私はパーです。グッパージャス、グッパージャス、グーです、パーです。グッパージャス、グッパージャス、グッパージャイ、グッパージャイ、グッパージャイ、俺がグーだ、俺がパーだ。仲良すぎんだろ。グッドパー、パーです、グーです。というわけでチーム分けはこうなりました。
これはちょっと面白いチームにいいなったんじゃないでしょうかということでございますけども、まずはシルクさんチームいかがでしょう、自信のほどは。そうですね、こっちの方が一見ちっちゃいんですけど、逆に言うとそっち的でかいんで、なるほど、当てれるってことです。確かにさ、ちっちゃくない？誰が言ってんだよ。あれちっちゃいっすよ。言うてちっちゃいっすよ。やっぱマサイさんとダオさん詰めてでかいから。これを鉄壁と呼ぶんすよ。ラジオの壁。まあ機動力でね、こっち勝てると思う。そうだね、そうだね。なるほどね、こっちは早いんで。確かにな、だうちの子供で言うと男子チームがあっち行ったって感じ。力だ、だから力がこっちの方があるから。そうね、なるほどなるほど。こちらはいかがでしょうか、自信のほどは。いや、今力って言われてテクニックって言おうとしたんですけど、やめました。ハートフルでいきます。いいですね、最高のためにお前フリーだ。ダホさんってテクニックもあるから、俺何度かこうやってね、いろいろお仕事させていただいてるんです。結構実はね、ダホさん行くよ、オールマイティよ。野球やってたんで。野球やってたから肩強いから。普段結構肩壊したから右で投げてないんですけど、今日ちょっと解禁します。解禁しちゃう。また壊しちゃいいのに。また壊してしまうよ。また壊してしまうよ。的はでかいよ。的はでかいけど、マサイさんどうなんすか。僕は適当にいかしていきます。だよなぁ、お前。いや、学生時代とか結構ドッジボールとかやってきたでしょ。全然です。曲がらないっていうね。何やってたんよ、みんながじゃあ外でドッジボールやってる時とか。だいたい外野行けですね。外野行け。混ぜてもらえない。混ぜてもらえない。混ぜてもらえない。そう。じゃああんまりドッジボール経験ない。ドッジボールに行ったんですけど、ドッジボールやったことないですね。ドッジボール、ドッジボールを国みたいに言うな。ドッジボールにいたってなんだよ。意味わかる。ドッジボールいたけどもやってはない。やってはない。やってはない。ボールもらえないですよ。あ、そういうこと。そういうこと。球拾い、球拾い、球拾い。え、拾った、お前投げろ。あ、そうだね。むしろ呼吸係だ。いらねえ。笠崎さん、笠崎さん、外れです。頼むよ。こういうのってやっぱり子供たちマジガチやから。そうだね。勝たんとやっぱりあかんから。確かに。頼ますよ。やらないとな、こういう時こそ。そうだよ。なんで最初適当にやりますって言ったの。そうだよ。今日覚醒して。そうだね、兄弟の中でも帰ってからね。ちょっと今なんかちょっとなんで無視されたんですか。まあちょっと見返してほしいですけど、通訳さんみたいな。なんで俺が喋った後ダホさん見たの。俺の番だっけなと。今彼は何を言ってるんだいじゃないよ。なかったことになってたよ。フォロー早かった。ガン無視したから今。ほんで早かった。今のはね、どうやった。さすがです。今怖いな。長年いるからね、こうなるんだよ。ジャパンだぜ。ジャパンだよ。あー、同じゲームだよ。そうだよ。いや、面白かった。でも戦いますよ。いけるよね。やりますよ。よっしゃ。それならね、常はもうね、運動できる。もう任せてください。もう本当にカンちゃんもセンちゃんも任せて。スネさん、ずっと卓球やってたから。あー、そうですか。わかるよ、気持ちは。子供が家でこの動画見てるし、フィッシャーさん大好きやし、いいとこ出さない思ってボケたんやろ。空回りしてる。ちょっとかかってます。ちょっとかかってよ。やれへんやん。やれてない。ちょっと笑ってますよね。ちょっと恥ずかしい。刺激するな。めちゃめちゃ恥ずかしい。さっきなんかお前端っこの方でうずくまってたけど、それ考えてた。これ考えてた。これ考えてた。考えてました。しっかり出せました。でもほんまに動けるから。マジで動けた。さあ、せんちゃんかんちゃん、どうよ。でも正直怖いです。怖い。怖い。ボールは本当に苦手なので、新体操で上にしか投げてこなかったから。確かに。こういう威力は全くなくて、体力測定とかでソフトボール投げてあるじゃないですか。あるね。私ももう全く2桁行ったことないんですよ、私。あら。だからこっちの威力が全くなくて、上にしかやっぱ投げる経験が。もうじゃあ上に投げちゃえ。確かに。見とれてやられるかもしれない。こう上に投げちゃいますよ。誰取るってなるから。そうそうそう。意外と取りにくい。誰行くんだろうみたいになってくる。そうね。せんちゃんどうですか。あの、学校ではあんまりやってないけど、幼稚園では前やってたの。で、それで一回勝ったから自信ある。よーし。成功体験で成功体験。素晴らしい。マサイより優秀。確かにマサイより優秀。やってるか。
より成長するんだぞ。どうなんですか、シルクさんは実際ドッジボールは自信あるんですか。そうですね、僕ドッジボールはあの絶対最後まで残る方。まあ、そりゃそうよね、シルクさんね。わかるよ、俺はこうギャもう変にね言っちゃうかもしれないけど、俺はライバル視してんのよ。なんかね、俺はシルクさんを見てるとね、若かりし頃のね、カジギルシスを思い出すんだ。実際僕も言われてましたからね、そうやって。その当時言われてました。だから結構前にシルクさんとコラボさせていただいたシルクロードさんというか、まあフィッシャーズさんと俺鬼ごっこでやられてんのよ。うん、うん、そうか、ありました、ね、俺ある意味今日リベンジャー持てるから。もうバッチコン当てに行ったろ思ってます。じゃあちょっとまた同じ結果にしようと思います。うわ、幸せ太りしてんちゃうかちょっとバレてんだよな、最近ちょっと気になってるで。バレてんだよな、うちの子、うちの子供のこの間言うてたよ、リビングで。 あれ、シロクさん太ったんじゃない。言うてたよな。そうだ、あの、言ってないよ、せんちゃいけない。こっち来た、こっち来てもいいよ。こっち来るか、こっち来るか。いや、これは楽しみやね。もともとさん、どう、大阪王さんもダムさんも、まあ、どっちボール。そうですね、でも僕らも結構遊びでやってたんで、うん、僕最後まで結構避けるタイプでしたね。強そう、確かに。しかも、ゴールキーパーなんですよ。うわキャッチできるじゃん、取れる。ゴールキーパーやってたんですけど、僕あのキャッチ下手だったんですよ。え、あの、僕弾く専門です。なるほど、パンチング専門だったんで。じゃあそのパンチングで上に上げてキャッチしますわ、じゃあ僕。みんながキャッチする。あー、いいね。その取れ高欲しい。それはいけるよ。一応あの、リベロなんで。そうだよ、あれはリベロなんで。素晴らしい。下は全部いける。拾いにいけるね。なるほど。ちょっと、ダーマさんどうなんですか。お前、特急部じゃなかった。あれ、あれ、俺の先だ。ライバル、ライバル。何年二刀流で売ってるの。卓球なのならない。まあ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 、でもライバル現る。どっちもあれ、そん得意ではないですけど、だからこそやっぱ女子供には容赦したくない。こいつクズだ。気をつけろよ。ダーマに気をつけろよ。クズだ。それに関しては俺らも申し訳ない。狙っちゃうよ、狙っちゃうよ。気をつけろよ、感じ。すいません、うちのチャンネルから変なの産んじゃった。すいません。バランスがよろしいわ。おめえは。バランスがよろしい。さあ、どうや、当時コーチは。いや、もう、やっぱり、その、バレーボールの、その、リベロで下で取るっていうのを生かして、ちょっと、ドッジボールでも取っていこうかな。ナイス。いやナイス。どんな顔どうした。コーチは、ずっと避けてる。ああ、ずっと避けてるな。なんなきゃいいんだよな。まあもうとにかくガチンコですわ。そうですね。ただちょっとルールを決めました。とはいえあのセンちゃんとかがいるんでね。大まかなルールをちょっと説明させていただきます。ちなみにこんだけなんでここで撮ってねんっていう話なんですけども、実は今日あの貸し切らせていただいてて、フィッシャーさんサイドの企画でね、ダンシング鬼ごっこ。はい、やりました。あとでまたちょっとしっかり説明させていただきますけども、ちょっと体育館で今日やるんですけど、ちょっとめちゃくちゃ暑いんですよ。暑い。ちょっと危険だから、ちょっとここで今全部撮らせていただいております。ルール説明、まずチームこれ6人じゃないですか。はい。まずは4人中です。内野中4人、外野2人、はい、これでいってください、はい、分かりました。で、中の4人がやられ次第、はい、外野の2人のみが内野に行きます。うわ、そして2人、その2人がやられたらそのチームの負けということです。うわ、トータル6人やられたら終わりと。そういうことですね。で、外野の2人が、まあ、内野に行ったタイミングでやられた4人がいますよね、うん、その中から、まあ、ドッジボールが上手な人でもいいですわ、はい、2人が選ばれた人が外野に行ってください。分かりました。っていうことでございます。分かりました。そしてせんちゃん、ちょっとまだちっちゃいので、せんちゃんルールを設けます。大事。皆さん、せんちゃんに当てるときは下から投げてください。はい、下からだったら大丈夫です。わかりました。そして、せんちゃんが投げるとき、これはもううちのチームが決めますけども、せんちゃん行けっていうタイミングがあったとき、センターにラインがあります。そこから約1メーターぐらい、そこにライン引いてます。そこに、せんちゃんが多分呼びます。誰々さん指名を指名します、うん、その人がそこに立ってください。わかります。そこでその距離で選手は思いっきり投げます。おー、取れるかどうかはあなた方次第。わかりました。感じでございます。はい。そしてコジはね、ちょっとやっぱりまだちっちゃいんで、はい、良きような強さで、うん、ちょっとこちらは生かしてもらいます。はい。あと、カンちゃん女の子なんで、うん、良きように。わかりました。ダーマに気をつけて。あぶねえぞ。ダーマ。めめ狙うな。狙うな。俺が止めるよ、むしろ。大まかなルールはこんな感じかな。そうですね。最初はジャンプボールで決めたい。あれ、これ絶対いけるじゃない、ジャンプボール。ジャンプボールはなかなか。なかなかだね。これはいけるかもしれませんけども。よろしくお願いいたします。ガチンコ対決スタート。忘れてた、せーの、オナシャス。はい、マッチョ。
体育館に移動してきました。ちょっと本当に暑いんで皆さん途中タイム入れて水分補給とかもしていきましょう。はい、はい、そして作戦はおのおの考えましたね。はい、ちょっと伝えていきましょうか。はい、我々チーム、まあ、チーム解散と言わせてください。はい、外野決まりました。はい、私カジサクとマサイがいきます。いろいろ考えた結果、うん、シルクチームはどう？はい、僕らはですね、まず一人は僕、そしてもう一人、天然のザコウくんです。出た。あれ、うちも天然だ。ついになってるな。天然対決、早くできんのかという感じでございます。そしてし、ジャンプボールで決めたいと思います。はい、うちのチームは私が行かせていただきます。ダホさん、でかいぞ。マッキーか。これは見たいね。ああ、だからね。僕はよ。さあ、それではいよいよ本番です。よろしくお願いします。よし、よし、よし、勝つぞ。取りますからね、絶対取りますから。いや、10年前ドッジボールやるって言ったらジャンプボールは常に僕だったんですよ。覚えてるか、あの時。いやいや、でももうヤクルトジャンパーでしょ。もうこれぐらいしか飛ばないじゃん。ビックルぐらいでいける。ビックルに変わんねえ。変わんないから。さあ、いきますよ。はい、頑張って。ダホコール、負けねえぞ。ホントは来た。じゃあいきます。ホントに頑張っ。ホントさん、うそ。ありがとうございました。おい、危ねえ。おい、危ねえ。
かっこいい。危なかった。あれ本当に何が起こるか分かんないんですよいいタイミングかも。水分補給、イエーイ。さあ今水分補給終わったんで、はい、続きいきましょう。頑張れ、いいね、真っ直ぐ投げ。だからパスで済まして、しっかりとここでいっちゃっていいよ。そうだね、それか本当に一回上に投げていい。ザコンもやってるの。ザコンカンチャンタイム、カンチャンタイム、カンチャンタイム、カンチャンタイムなんだ。そんなのあるの。なんだそれ。すごい、追加すか。いや、でもゴールキーパーだけいけるでしょ。なるほど、まさかの。いいっすか、この距離。いいっすよ、しっかり弾いて。カンちゃん舐められたもんやで、言ってまえ。おいよ、坂田しっかり弾いて。弾かねえ、この場合は。するとこちゃう
パチンコ対決をしとんねん。確かにもしかしてなんか出るのキングオブコント何してんのこれ。また古いボケやったで今ちょっと本当にまさか本気見して本気見してそうだよ。いきますよ。もうやりますか。いや、いや、よし、じゃあいきます。おっ、早い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 。よっしゃ。ちょっと待って。今すごいことなんで、お前すごい。ダブルポイントでしょ。マジですごい。今本来ザカオさんに当たってシルクさんの手に当たって落としてたら勝利やったの。ダブルプレーだよ。ダブルプレーだね。じゃあなんで助けた。え、なんで取ったんだろう。変なとこ野球部出さないで。違うんだよ多分。チーム愛してるから天然で助けちゃった。うち天然が多すぎる。ありがとう。ダメっすよ。ちょっとマジでごめんなさい。今、立崎さんのスーパープレイがあったんだよ。ハイパー無意識。何が、あー、いいよこいしょじゃないんだよ。いや、しかも、取った瞬間嬉しかったっすよ。まだ気づいてなかった。助けれたから。いい顔してましたよ、多分。いい顔して。取ったって顔してました。すげー奇跡。まだごめんなさい。なので、セーフですよ。行きましょう。いや、多分これ見てる人、いや、アウトでしょって言ってるかもしれないけども、うちのこのルール的にはセーフだよ。だって下についてないんだから。行きましょう。投げてないの、こっち入ってから。はい、行く。一応前回ドッジボールもやった時はそうだったんですけど顔面セーフなんで、セーフです。セーフ。奇跡的。ゾッコーよっしゃ、いくぜ。あいつまだ取れてねえよ。あ、また取れていけ。どこだ、どこだ、俺だ。くっさくっさくっさ。まさかの、カジサク勝利ダウンラウスト。カジサクチームの勝利。これはちょっとやばい。すごい。手前のあれおもろすぎたっすね。あれで笑ってる最中にも来たから。すごい良い試合だったでも。もう来てたわ。あいつのさ、なんかペースで乱されてる。そうだ、乱されたの。いやいや、あんたのペースも乱されない。乱されたな。いや、まさかのですよ。やっと。何がまさかのって、マサイさんが決めるっていう。そう、まさかの。でも、情けねえ声で決めちってたもんね。ちゃうとか言っちゃう。全部情けないから大丈夫。ずっと情けない。ボケさせてた。いやー、カジサクさんを出すまでもなく。いや、正直、嬉しかった。やった。なんか、マサイさんがシルクさんを当てるってさ、ちょっと意外やなって。あれ、ちょっと悔しそう。悔しそう。どうやった？悔しい。悔しい。悔しいか。当時はもう一回やりたい。お、もう一回やりたいか。もう一回やりたい。なんかさ、撮影ないところでさ、みんなでやった。超かわいい。だったらカメラ回そう。ちょっと一言ずつもらうよ。ダムダムどうでした？いやー、まあ、めちゃめちゃ楽しかったっすけど、やっぱでも女子どもやらなかったのがちょっと。クズ。まだ来るの。カメラ止まったらこんな人ちゃうんです。本当に。
どうでした坂本さん。いやもうこの年だったら本気でどっちもやることないんで、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます元木さん。いや正直もうちょっと避けて立ち回りたかったんですけど、でも東司君とパスパスできてめっちゃ楽しかったです。うわー嬉しいな。さあそしてシルクさん。いや本当に一番の屈辱ですね。まさかヤツにやられるとは思わなかった。確かに、はい、そうだな、はい、ごめんな。なんかすげえ、だって投げる方も未だに僕の鮮明に残ってるんですけど、こうでしたからね。そうだね。おそらくこれを見たフィッシャーズファンの方々、うん、多分テンション上がってんじゃん。確かに、ね、下克上起こされましたね。ねえ、あさあそして勝利。ねえ、よしかった。もうちょっといろいろあったから。めっちゃいろいろありましたよ。ねえ、まずザカオさんどうでした。いやでもやっぱザカオが弾いた球をバレー部の東司君が、うん、取るっていう冒頭で話したことは本当に起こって、本当だ。そうで奇跡で、あ取ったら感動って生まれるんだと思って僕も取っちゃって。あんたはねチームメンバーを救ったのよ。そうなるほど。はい、つめ。そうですね、僕はもう土下座よけ、あれをちょっと今後使っていきたいなと。確かにあれめっちゃいいっすよ。あんな面白い音ってなるんですよ。音がめちゃくちゃ面白かった。あ、セーフになるんで。よう当時もあっこ投げたよ。綺麗にいったよね。なんかバインみたいな。時間止まりましたからね。全部噛み合った。マサイさんいかがでしたか。やっぱ考えないで行動すると大事なの。かっこいいな。僕がそれ言ったくらい。でもやっぱり体いいから、スピード速かったよね。速かった。あと若干俺たぶんだけどシルクさんがちょっと舐めてたんじゃないかな。あマサイには当てれないっていう。だって本気で逃げたら多分避けれたんだ。でも取りに行ってましたもんね。そうですね、ちょっとどんな球投げるのかなと思って。見えないからな。やっぱ怖いんだよ、油断ってダメだよ。油断ダメですね。俺もね、おうおう、俺パワーアップしてるかもしれないから。ダッセだよ。ダッセだよ。ダッセだよ。でもあのカンちゃん最後まで残って、うん、そうだね、せんちゃん一人痩せてるからね。そうだよ、痩せてるんだよ。せんちゃん痩せてる。握手握手。せんちゃんどうだった。え、楽しかった。楽しかった。よかった。カンちゃんはなんかザカオさん当てれたと思ったのにキャッチされちゃって、すごい悔しかったんですけど、しかもキャッチされて、しかも兄にやられるっていうのが、私的にはすごく悔しいことです。めっちゃガチじゃん。プロフェッショナルだ。そうだよね、ガチって。いやでもとにかく、最高でしたわ。最高だ、楽しかったな。でもちょっとごめん、視聴者さんも思ってるかもしれん。この子供たちの意見もあった。はい。サクッともう一回やりましょう。やりましょう。ねえ、実はさっきずっと言ってて、もう一回もう一回って言って、で多分シルクさんもちょっとね、不完全燃焼だね。でも一回目いろいろあったし取れたし、もうスパーンともう一丁いきますよ。これでもしシルクさんチームが勝ったらもう同点でハッピーやし、こっちが勝ったら完全勝利。ちょっとラストもう一回いきましょう。泣いても笑っても最後の一戦でーす。ちなみに作戦変えました。外野、まあ僕と今回はんだほさん任せてください。はい、そしてまあ今回外野、僕とトジ。え、おい、トジいいね。だと思う。いいね、ここでいいと思うよ。そしてボールはマサイさん行きますか。ジャンプ行ってみます。ジャンプ行きましょう。ハンマやってるのないですけどね。ハンマハンマハンマって言ったなんか田村正和さんもハンマ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 カンマでハンマカンマじゃないです。なんですか。ハンマやってるのないですまあでもあのマサイっていう名前もマサイ族のマサイでから来てジャンプですから中学の時これ行きましょうよ。ジャンプどうします。もう一回元木さん行きます。もう一回やります。もう一回行こう。オッケーやりましょう。じゃあこれ泣いてもらっても最後なんで、はい、よろしくお願いします。どっちも頑張れ。頑張れ。お前とジャンプ競技ですか。初めてか。初めて、マジで初めて。よろしくな。ジャンプ競技大体初めてだ。じゃあ行きまーす。うわー、一発。だってまさに飛んでた今。まさやったことないからないや。オッケー、ラストバッター。おお、いいよ。頑張って。
ったでしょ、今。うわぁ虫みたいな。マサイさんアウト。ボール早え。やばいやばいやばい。先生、一旦借りが返したぞ。やばい。あぁ、もうさ。おぉさん今日何にも活躍してませんよ。音そこそこ引いてんけど今ドドドドドドー言っていやーアウトそれだけ本気なの危ないやばいんだけどやばいねまたやったー怖いなはい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 、これ外野いらないんだよ。これ外野多いよ。
ここはもう正々堂々じゃんけんで決めるわ。はい、ボール先攻後攻、はい、ごめん勝手なルールにしてやってくれてありがとう。はい、最初はグーじゃんけん、おい、よし、パパシュークさん、やばい、チンプレーだ、チンプレーだ、チンプレーだ、ちょっと待って、ちょっと待って、思ってた終わりとちゃうんやけど。あれ、あれ、大丈夫ですか。ギリ、ギリです。ギリ、ギリ、ギリダメ。シルクロードさんの、シルクロードが、常が何か言うか、あ、ごめんなさい、シルクロードさんのシルクロードが、ちょっと、今大変なことに静かにしてください。一旦ちょっとね、シルクがロードしてしまってロードさん、今ロード中でしょ。ロードさんですよね。大丈夫ですか。勝ちです。思ってたと違うけど、なんかすごい盛り上がってきて、思ってた終わりと違うんやけど。これはついていきたいとか言っちゃった俺。そう多分編集も煽ってくれてると思うんだけど、多分最終的に当たった時の SE キーンだったよ。しかも1球目これだったわ。嘘だ、キーンを言われたわ。マジで逆漫画みたいな。マジで誰がこんなオチ予想しました。綺麗にこがいったな。でもはい、ガジタックチームの勝利。でも楽しかった、楽しかった、はい、今日本当に暑いから、はい、ここで終わりです、はい、なんでまたもしシルクさん、はい、悔しかったらいつでもドッジボールの挑戦待ってますよ。ドッジボール限定なんですね。うん。アスレチックは勝てられへん。やりましょう。アスレチックまた、アスレチックやりたい、いつか確かに、たちアスレチックやりましょう。ぜひ、涼しくなったらじゃあね、はい、いろんなね、グリーニアだったりマリンダムだったりあるんで、はい、ぜひ来てください。で、そのタイミングでまたうちのチャンネルではドッジボールやります。あー、いいですよ。はい、次はお願いしようね。はい、本当に楽しかったね。はい、じゃあ、ガジタックファミリーお礼言おう。はい、今回フィッシャーズさんにね、いつからフィッシャーズになってるんだろう。同じやってる。コラボしてくれて、せーの、ありがとうございました。サイドのチャンネルもめちゃくちゃ面白い企画やってるんで、はい、全員出場してるんで、ぜひ概要欄に、はい、飛んで見てみてください。お願いします。そしてフィッシャーさんのチャンネルの方の登録もよろしくお願いします。お願いします。俺のチャンネルでもやりたい、あれアデューで終わっていいですか。あ、いいですね。それで終わろうぜ。はい、本当にありがとうございました。せーの、アデュー。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。